皆さんの妻でもよろしくお話ししてるの TK です。ではね、今日もサボンナイト6失われた境界たち48カーミやっていきましょう。でね、まあ前回終わってからね、まああの後のあの行く何どこ何があったんやろってものすごく知りたくなったんやけど、やっぱそういうのってね、知らない方がいいっていうこともありますから、世の中にはね、まああの日を取り戻せっていうこと。第19章始まりましたね。あっちの方は何やったかは知らないけど、まあバトルシーンがあったからね、まあ前回のはまああれで良かったということにねしておきたいと思います。ではまあ今日もねこれやっていこう。ギアン、お、起きたね。少し落ち着いたか。まだ少し頭が痛むが、もう大丈夫だ。僕を救ってくれて、その、感謝する。っていうか、あんたが隙を突かれるなんて意外ね。人間に情けをかけるところだ。一緒のことはあの時見捨てていれば。でもあいつのことすげえ心配してたじゃん。それも、思い出すと頭が痛むな。そうそう、真っ先に駆け寄ってたしね。あれは、彼が弱っていたから、救いを必要とする弱者だったからだ。ただそれが憎き人間であっても、見殺しにできない、したくない。それは、そんなひどいことをしたら、それこそ僕は人間と同類になってしまう。だから助けたんだ。その、偽善の結果、まんまと騙されて魔王の医療にされたんだがな。ちょっとパルレル？でも安心した。あなたは優しい人だって。え？人間を嫌っているのは正直引っかかるけど、でもあなたが早尾を助けようとしてくれたことにはちゃんと俺を言わなくちゃね。結果は残念だったが感謝はしている。あんたがいなかったら早尾は死んでいたかもしれん。ふん、いや、ただの成り行きだ。あらら、素直じゃないね。それよりもここの主人はどこだ。どこに、ああ、それだったらいい人が呼んだかい。呼んだかい。相変わらず神出鬼没ね。人間？いや、それにしては気配が妙だな。君の定義する人間とは異なるかもね。僕はこの世界の管理者だから。まあ、詮索はしない。詮索はすまい。それよりも休ませてもらったことを感謝している。それで一つお聞きしたいのだが、こちらにエニシアという少女が助けを求めてこなかっただろうか。おい、エニシアを知ってるのかよ。なんでお前がエニシアを知ってるんだ。しかも、なれなれしく呼び捨てとは。なんでも何も友達なんだってもん。あ、認めんぞ。来た、この世な。え？ヤヒね。もうから、粗暴なことを、エニシアに近づけるのは。つうか、お前でも一応友達なんだぜ。散々やり合ったりもしたけどな。ともかくだ。それを使ってエニシアは保護されていないのだな。残念ながら、ここにはまだ来ていないな。いないかな。機体にサイズ、申し訳ないけど、いや、いいんだ、気にしないでくれ。お、世話になったな、そろそろ行くとしよう。ちょっと待って、もしかして一人で探しに行くつもりなの？そうやね、一人は危険です。外に兵隊の知らない魔物もいるんですよ。そうだね、ここではなるべく単独行動は控えた方がいい。俺たちも他の仲間を探してるんだ。なあ、一緒に行こうぜ。そうね、その方がきっといいわ。気持ち悪いわたりが、しかし。おかしな意地当てないでそうしろって。お前とは腐れ縁だし、エニシアも心配だからな。しゃあねえ、手伝ってやるよ。だから、なれなれしいぞ、貴様は。初対面の相手に向かってその口の利きを、やはり人間は礼儀がなってないな。はぁ、皆にちゃんとしつけてもらっていないのか。クソエイジの答え言うんじゃねえ。喧嘩はダメだよ。見る理由がかわいい。かわいいって。お前、さっきからなんだよ。人のことがむししやがって。だから、初対面だと言ったろ。僕はお前など知らない。ああ、やっぱりそういうことか。そういうことね。はい、君とギアンはお互いに違う時間軸からやっていけるんだよ。だから話が噛み合わないんだ。なんだと？そうみたいね。二人のやりとり。敵対していた頃のままだ、まんまだもん。我々とも面影、面識がないようだし、ずっと過去からやってきたのがやもしれん。むむむ、そういうことか。でも、だからってあんな言い方はないだろう。本当のこと言って何がある？てめえ喧嘩売ってんのか？喧嘩だめ。ライオンもちょっと落ち着けよ。
そうだ、少しおとなしくするということを覚えればいい。何を？それともそれ以上喧嘩するんだったら、まずは私相手になればよ。おい！お前が相手かいね。どっちもどっち。あたらげないかと。面目ない。詳しい事情については僕から後で説明させてもらうよ。知っておいてもらわないと今みたいに混乱するからね。よろしく頼む。で、N 社の件はどうすんだよ。一緒に探すってことでいいのか？あなたの行動、いかに関わらず、僕らで彼女を探して保護する気満々。ここは共同が利口かと、省エネ推進。省エネ？あ、そういうことね。わかった。よし、決まりね。よし。じゃあ、N 社を探す感じで行くんかな、きっと、この章は。つまり、ここにいる名々は、なる、帝国世界からやってきた存在で、過去と未来、時間軸もバラバラだということになるんだな。理解が早くて助かるよ。ちなみに僕は、はるか未来のリーンバームから来たらしい。そのせいで最初はライトも揉めちゃったんだよね。ああ、そうだったな。そんなことがあったのが、いかにもライらしいや。状況を把握した、いや、どうにも言えせん。僕がどうしてこんな野蛮な人間と友人関係になれたんだ？人間じゃねえよ。え？俺もあんたと同じ、教会衆。わからん。な、うん。いにしえ妖精ね。古妖精ね、きっとね。うん。言い方としてね。と、人間の間に生まれたな。バカな！嘘だと思うなら、遊学中の能力で確かめてみるよ。すぐわかるはずさ。そっか、ラインもカノンと同じ、教会衆だったんだ。わざと説明しなかったんだ。ごめんな。フェアには知られたくなかったからさ。あ、彼女は異なる時間軸におけるライだ。君からすると、過去の自分に当たる。そして、彼女はまだ自分が、教会主とは知らない。そういうことだね。ああ、自分で気づくまでは黙っておいた方がいいと思ってさ。知っちまったとき、俺も結構へこんだからな。俺のことを嫌ってもいいさ。無理に仲良くしろなんて無茶ぶりはしねえよ。けどな、N 社もお前も俺にとって今は大事な友人で仲間なんだよ。だから力になりたい。それだけは認めてくれよ、ギアン。好きにしろ。好きにしろ。言っちゃった。ああいうやつなんだよ。へりくつ、偏屈者だけど、俺より、物の道理は分かってるはずさ。お前よりもか。そうか。ギアンたちはホームにいるみたいだな。でもなんだろう、この嫌な予感は。うわ、めっちゃある、また。これまた、どっちか見られへんパターンやん、これ。まあやっていきましょう。うん。今回どっちに行くかやな。お？新進気持ち。いや、違うな。アムの家の前なんや。あのさ、なつみの野郎、大事な用があるから来いって言ってたが、一体何の用だ？まあ、あのはぐれ野郎、この木に俺様のことぶっ殺そうとか、ぶつぶそうとか考えてるんじゃねえだろうな。もしかしたら、もしそうなら帰るうちにしてやるぜ。来てくれたんだね、パノスさん。ああ、そう、じゃあこっちに来てみんな待ってるから。みんな？本気で俺を殺そうって、ぶつぶそうってわけか。いや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 。面白いじゃねえ。え、何が？なんでもねえよ。全員相手にすりゃいいんだろ？じゃあ邪魔するぜ。いや、おい。発想が飛んでるよ、この嘘。リシェルたち。おーおー、揃いも揃って、やる気満々って辛せ、してんじゃねえか。楽しさ、あんたを呼んでるのは他にもないわ。ズバリ、あんたの美白について教えてもらうためよ。よし、それじゃまとめて潰して、はぁ、あ美白やな、前から羨ましいって思ってたんだ、本当に。色白でいいなって。本当にね、男なのにその美白って正直羨ましいわ。まあ、俺もあんまりその時代がないから、ね、結構白い方そういう問題からね。なんか秘訣があるんでしょ、教えてよ。という声が集まりまして、ぜひその秘訣を！で、てめえら、そんなくだらねえことで俺様呼んだのか？大事なことだよ。まあ、女性にとって大事なことやな。うん、男にとってはどうでもいいことだな。な、そこらへんな。だからパノッツにその美白の理由を教えてもらいたいなって。やっぱりさ、いい化粧水とか使ってんの？んなわけねえだろ。それとも食べ物になんかくだるとかあるわけ？いや。驚きすぎてるぜ。化粧品も使わずに食べ物にこだわらないでそんなに肌が綺麗なの？男だのになんかずるい。ずるくない？あのな、俺様のこの肌の色はな、うんうん、
生まれつきだ、ふざけんな。うわ、行っちゃった。確かによく考えれば美肌にこだわるようなやつじゃないしね。あのさ、ここに来る前はすごいノリノリだったのに。ノリノリだったのに、それやる気も前だからな。まあ、見ていこう、青空学校か。こぶしで語る。お、そういうのもあるよね、男同士ならね。まあ、女性にはわからないものでしょうね、きっとね。行くとガードが間に合わないから、なら、歯を食いしばれよ。後から怪我したなんて文句はなしだぜ。それはこちらとて同じこと。攻撃は、攻撃ばかりで、防御力、防御が留守では困るぞ。そりゃあせいやなって、ふんとやって思うんだよ。ん違いやっとるね。なんか、天使的なアメルが来たら何やってるんですかって言われたら気づいた。セイロンと、まあ、大学にありがとうね。どうした生活が減ってるんじゃないか。そのあたくそ、呼吸を整えるのは今のうちだぞ。ここから状況が加速していく。あれセイロンと帰る何してるんだいきなり声かけて、驚かせようかなと思ってるけど、そんなにいいじゃないか。当たり前やな。帰るの、そなたの力はこの程度か。で、変化にかけるように思える。生活とはただの繰り返しのことではない。持てる技術の幅であるぞ。ただの手合わせに、マジフダ全部出せるかよ。このくらいで十分って話だぜ。では参るぞ。我は本気を出すからな。考えを変えるなら今のうちだぞ。いつでも来い。後から本気じゃなかったなどとは言わせないぜ。なんか決闘ムードだけど、手合わせって言ってたし、横から口出すようなことじゃないな。天の実力が見られるチャンスかもしれない。痛そうなんけど。あんまりこういうの苦手やからな、俺も。さすがだな。公爵打たれるだけのことはある。ガードした腕が未だに痺れてきやがるぜ。そのたくさんなかなかの腕前であるな。我がここまで防御を強いられることも珍しい。我の武術の極意は、技を受け流すことにある。そなたの技を受け流すことも可能は。しかし、消せぬな。何がだ？そなたほどの使い手が何故に海賊などという声をしているのだ？それほどの腕があれば、もっと大手を打って、生きられるような道も選べたのではないか？おっと、俺のことはともかく、一家のことを悪く言ってもらっちゃ困るね。俺たちは何も略奪で争いをするために海賊をしているわけじゃないんだ。ほう？では何のためだというのか？冒険だ。帰る以下のなりわいは、冒険なんだよ。世界中の見たことのないものを見て、うまいものを食って、知らない奴らと出会うんだ。最高だろ？言ってみりゃ、お前らとフェアとの出会いだって似たようなもんだと思うぜ。我と天使というのが冒険？ほほ、そういうものか。ああ、そうだと思う。もっと言えば、今回の件だって一つの冒険だと思うぜ。あはは、面白いぞ。なるほど、そなたの言い分もっともだ。見聞を広めるために己を磨く、また磨き上げた己を拾い、世界で試すというわけだな。どうやらそなたのことを少し誤解していたようだ。冒険をする海賊、海類かということだ。そうさ、だからな。俺はここにいても全然困らない。どこか一箇所にしかいられないようなやつじゃない。旅を続けていろいろな人と出会って、珍しい話を聞く。それが俺の生き方だからな。仲が悪いのかと思ったけど、そうじゃなかったんだ。二人ともこだわりがありそうだけど、理解し合えてみたらよかったな。ラジオは傍観してたぞ。話しかけにはいかんかったわけやね。リピアセンターか。恋する乙女。あ、僕は強しって言いますよね。そういう問題がね。リピアセンター、やっぱりリピアセンターだよ。ねえ、ちょっと見てみて。ん？リシェル？脈拍心拍数が基準値を超えています。興奮状態にあるようですが、何かありましたか？これこれ、ほら。これは本？ただの本じゃないよ。大人気の小説、恋する乙女シリーズの最新作。恋する乙女？そういうことか。小説の話な。すごい人気で本屋さんに並んでもすぐ売り切れちゃうの。まさかここで見つけるなんて。ねえ、クドン、あんたも好きでしょ？何のことでしょうか？え？好きでしょ？すみません。内容には大変興味がありますが、そういったものを読んだことはありません。あ、そっか、読んでたのは未来のクドンか。未来の本、私が本？うん、愛読書だったみたい。
クレイユに来た時も持ってきてたし。ほうほう。それは、ラレリア？今ね、この本の話を、恋するアトムの27冊目の作品でシリーズの中でも傑作と名高い、恋するアトムの吐息は火の山を沈める、じゃないですか。デートじゃない。恋バイヤーで見ることができるので感激です。いやいやいや。詳しいのね。恋するアトムシリーズは大人気ですからね。私たちの時代にもありますし。何を隠せ私、恋するアトムの大ファンですから、初代シリーズから前作データで初動しています。すご。まあ、俺で言うところのポケモンとかなんてような感じやろな。うん。さすが恋する乙女。どの時代でも女の子のハートを掴んでいるのね。そうなんですもん。乙女のバイブルと言っても過言ではありませんよ。え、そうなんだ。そうなんだね。そうだよ。トリスも絶対に読むべきだよ。私のお墨はね、お待ちください。クノン？それ以上、この本に関する情報をこの場で話すことは許しません。時間軸にどんな影響を与えるかわかりませんし、大変危険です。テクノン、その心は、ネタバレはご法度です。ね、ネタバレはご法度なんね。なるほど。お、カジアか。トルクおるかな。違うな。コーラルやか。カトっていうのがなんか口癖のやつやね。あんま好きじゃないんだけどな、こういうのな、俺。ふう、カト。いや、じゃあね、何やねん。コーラル。コーラル？一人でどうしたんだろう？おい、コーラル。あ、レックスさん？どうしたんだい？他の子たちは一緒に遊ばないの？一人で静かになるがいい。いつもよりおとなしいな。というより元気がない。ねえ、コーラル。何か悩みでもあるの？何でもないのです。そうかな？俺にはそうは見えないんだけど。どうして？レックスさんはそんなに僕のことを心配するんですか？どうしてって、そりゃ一緒に戦う仲間なわけだし。困ったことや気がかりがあるなら、何とかしてあげたいと思うのは当然だろ。俺じゃ頼りないかもしれないけど、思い切って俺に相談してみないか。何かしてあげられること、してあげられることがあるかもしれない。ね、ちょっと今、行列回らなかったでしょ。レックスさんには隠し事はできないかと。確かに今僕には考えていることがある。でもこれはあくまで僕個人の問題。レックスさんに話しても何も変わらないかと。そんなことないよ、少なくとも。一人で抱え込んでいるよりは、こういうふうに打ち明けた方が楽になるかもしれないよ。おせっかいなのは分かってるけど、君は普段から我慢しがちなところがあるからね。我慢できることは偉いことだけれど、時には言いたいことは言わないとね。情けない。え？何もかも僕、シリウなのに、みんなを助けられる力があったはずなのに。でも今はなぜか力がない。お父さんやお母さんに恩返しもできない。何か二人の役に立ちたい。でも何もできなくて。そんな僕が本当にあの二人といていいのかと。そんなら当たり前じゃないか。ライアフェアだってそう思っているはずだよ。でもあの二人は僕の本当のお父さんとお母さんじゃない。ミルリーフはリウムのお父さんとお母さん。僕があの二人に甘えたら迷惑。他のリウの子にも迷惑かと。コーラル？そうか。コーラルは一人で飛ばされていて心から頼れる人がいないのか。あ、レディとか、ダイスだったっけと同じ感じやね。うん。誰も自分のことは知らないし、異教にと忘れて、保護者の愛を求めて いかもわからない。こんな小さな子がどれだけ不安なことだろう。お父さんとお母さんは大好き。でもどう接したらいいかわからなくなるときがある。ついて僕に力があればもっと自信を持って話せるかと。でも僕に力がない以上、それは無理。コーラル。だから今は一人でいい。迷惑かけたくないから。よし、わかった。俺に任せてくれ。どうするの？今のコーラルの気持ちをライとフェアにも聞いてもらおう。でもそれは、なあコーラル。君が不安に思うのは当然だと思う。ライとフェアに自分の気持ちを伝えるのが怖い。っていうのも、わかるよ。でもね、さっき言っただろ。言いたいことは言わないと。君の思いはそのままになってしまうよ。それはとても良くないことだと思うな。俺も隣に一緒にいてあげるから、ちょっとだけ勇気を出してみないか。うん。よし。そうと決めれば俺に任せてくれ。うん。コーラルが、ちょっと元気になった。っていう感じだったね、今ね。え？ 3 つ？え？ちょっと、え？全部やっていく感じになるんか？まあね、ちょっと待って、嫌な予感がするんだが。まあ、その前にこれちょっと見ていきましょう。
お芋で仲直り。お芋でってアメルか。今回アメル出てきてもらうな、俺の中で。ルチル？スペネ？まあそうやね。なんであんたがここにいるの？ブリコ天使。ブリコ天使。ブリコ天使とは私のことですか？詐欺悪魔さん。詐欺悪魔。言ってくれるんじゃないの？私は。アメルから話があるって言うから、金づる、じゃない、相談に乗ってあげようと来ただけなんだけど、金づるかい。今少し本音が漏れましたよ。私は天使たちのあり方を ご教授してほしいとお話ししたら、これで待つよ言われただけです。ちょっと待って、二人ともアメルに呼ばれたってこと？来た、やっぱりアメルが登場した。ニモやからな、うん。お待たせしました、二人とも、芋女子やからな。ちょっとアメル、あんたどういうつもり？そうですよ、なぜここに悪魔が。はい、お二人に話がありまして。まずルチルさん、私相談したいことがありまして。何？何もルチル様に言ってよ。ありがとうございます。実は友達の悪魔さんに天使の方と喧嘩ばかりしている人がいまして、どうすれば仲良くしてくれるのか ご意見を伺いたくて。それからスピネルさん、はい、天使のあり方など行々しい。いやいや、わからん。まだ、わからんねんな、たまに。教えられませんが、どんな方とも仲良くする友達のあり方なら教えられますよ。ご本。というわけで、喧嘩ばかりしている二人が仲良くできるよう、お世界の準備をさせていただきました。はめられた。どちらも はめられた。はもってるっていう。お茶受けも用意してるんですよ。はい、どうぞ。お芋のタルトに、じゃあ、おい、俺のに芋しかない。芋しかないんだかって。まあまあ、とっても美味しそう。そうっすけーの。もう見てるだけでもお腹いっぱい。それじゃあ食べながら二人がどうすれば仲良く寝れるかお話ししましょう。まずですね、うわ、仲なるやつや。だから喧嘩する前に相手の気持ちを考えて、ちょっとあんた、同じ電車でちょっと止めなさいよ。私がですか？むっちゃ言わないでください。俺は八方桜の状況でどう止めろって言うんですか？それは止めるには、そうですね。それしかないですよね。お二人とも聞いていますか？アメルの気持ち、一体ほど分かったわ。私たちが男でした。今後は一切喧嘩し、なんてしませんから。表面上はね。表面上はね。陰湿になるね、これね。これから仲良くしようか。ブリコ天使じゃなかった、スピネル。私の方こそ、詐欺役も改め、ルチルさん。改めて。仲良くなってよかったわ。ようやく解放される。お芋を食べすぎて、お腹が。それでは、お茶会をお開きにしますけど、また喧嘩することがあれば、第2回お茶会もご用意しますので。ちゃんと仲良くしようかな。ハモった。またハモったよ、ってね。おもろいな、ほんまな、そういうのが。全部見ていけたらいいんやけどな。怖いな。どれか一個になる可能性がパターンだ。割りかねんっていうな。こっちは何もないな。うん。ないな。オッケーオッケーオッケー。嫌な感じがするんでね。ちょっと一個だけなんかどれか見ていこう。まずこれからいこう。どうなるか知らんからな。わからんよな。一人ぼっちの悪魔メイド。近寄らないで。これ以上私に近寄らないで。近づいたらきっとまだ命を奪い尽くしてしまう。誰や？ だからお願い、私を一人ぼっちにしないしていてって、ね。そしたら誰も苦しめずに済むから。いやいやいや。私も苦しくないはずだから。それは違うと思うね。誰の 話なんかなって。ゴーラル？どうしての？お外誰かいる？遠く力が集まってる。ただいまー、悪魔商人ルチル様、ただいま帰ったよ。あ、おかえりルチル、偵察どうだった？ご飯、ルチルの分も取ってあるよ。食べるわよね。ヤッホーっては、ご飯より大事な話かもね。何かあったのかい？ぐるっと回ってたら、ちょいと気になることがあってさ、みんなの耳にも聞いていこうと思って。気になる話？なんか面白そうなことか？まさか厄介事だったりする？ミシシシ、二人でも当たってる感じだね。はあ。興味あるな。なんだよなんだよ、それ早く教えてくれよ。まあそう、すがさんだって。いいっすと、ちょっとビジョンで見せてほしいとこあるんだけど。あの、陶芸会？
さすが管理士さんの話が早いね。すごいな。指パッチンでビジョンが出てる。何どうしたの？そうそう、この場所、ここ通りかかった時にさ、なんか不安な無理が感じたんだよね。多分あれ、私アパルレルと同じものだと思うんだけど、ということは悪魔ですか？ピンポーン。ルチル星か。いや、じゃあ、ルチル星かね。エチゴ星かな。ちょっと、変えてみた。さっき僕も感じた力、これだ。魔王ハヤトか。いや、メルギタスの可能性も。誰かまではちっとわかんなかったな。ただ一人で様子見しようにも、本当にやばいものに出くわしたらどうにもなんない。じゃあみんなで行きゃいいじゃんってことで、戻ってきたっていう次第ならさ。悪魔なんて、どうしよう、襲ってきたら。ずっと同じところに留まってるようだ。それがどうなるかは断言はできないけれどね。リスト、怖いことさらっと言わないでよ。なんだよ、下晴れしたかったのによ。こら、こんなことは口にしないの。へいへい。へいへい。まあ、考えるより行ってみようぜ。七末以上は放っておけねえよ。向こうに襲ってくる気がないかどうかだけでも、助け止めておくのが安全だよね。うん。悪魔？なんだろう、変に胸騒ぎがする。お、マジ？え、嘘！あ、外伝に、あ、外伝？外伝？んってなったわ。ちょっと、んってなったな、お前。外伝位置があったんか、どっかに。やってしまった。位置の方行きたかったな。悪いけど。まあ、やっていこうか。ローウェン取りで。おお、匂ってきやがってて、やっぱ魔族の匂いだ。近づけば近づくほど体がだるくなっていく気がするよ。確かに不安な気配、空気を感じますね。腹寒いというか、重苦しいというか。どうした？どうしてのリシェル？なんだかずっと浮かない顔してるけど。さよう、本調子でなければ休んでおってもよかったのだぞ。それがいいかもな、リシェルが静かで逆に心配であっちば。ちょっと何やそれ、人がいつも探しみたいじゃない。やかましいだろ。意義なしかと。いや、おい、元気ならばいいやね。うわ、フォローになってないミルリーフ。誰もしてくんない。否定してくんない。どこの時間軸でもリシェルはリシェルってことらしいな。そっか、どこのリシェルでもやっぱりリシェルなんだよ。なんだか安心したよ。なんか嬉しくない。リシェル、かわいそう。冗談をさておき、冗談やってんか。冗談ではないよ。本当に平気なのか。さっきからずっと浮かない顔したお前じゃないか。体調が悪いとかじゃないよ。ただなんとなくだけど、悪い予感というか、胸騒ぎというか、そういうのがずっとしているだけで。リシェル。おお、ダイヤ。どうした？いや、なんかすごい。ことが起こっている気が。魔力の匂いがどんどん強くなってきている。ああ、これは結構やばいかもな。この感覚マスか。ニコ殿の方が、えニコ殿の方が、合ってるよね。そろって警戒されるとは合ってるな。用心してかかるべきだぞ、ミナルシュ。うわぁ、スムードがやっている。なんだ今の。普通の地震というわけではなさそうだ。感じる魔力が跳ね上がった。うん、跳ね上がったな。どう跳ね上がったかは知らんけど。最悪の顔が当たってしまった。この魔力に覚えある。覚えがあるって、知ってるの？うわぁ、誰や？なんだ、この強い魔力は。バブニット。え？なんでまた悪魔の姿になんて戻っちまったんだよ。あれがバブニット殿だというのか。なんとまがまがしい魔力。ちょっとね、悪魔ってどういうこと？ボムリッツ様はリシェルのところのメイドさんよね。ああ、だけどボムリッツ様は悪魔と人間のアロザイトなんだよ。あ、アロザイトって言うよな。教会費を誘導だわ。ずっと隠していたのよ。パレーたち、パレーったらバレーだよな。大丈夫かな。バレーたら私たちのそばにいられなくなるって。そんな。ああ、糸に操られてる感じがするね、ちょっとね。あ、うわ
すごっ。キャー、ミラリーフ大丈夫？なんつう威力の新曲だ。あのミド地味をぶち壊れやがったぞ。ボムリットボムリット、私の声聞こえないの？サワチュールにしてる。私がなんとか動きを止めてみせる。いやー、伊藤が聞いてんじゃねえか、こいつ金を掴んで曲げただと。いやー、いかーやろな。うがっ、うがっ、うがっ、アズリア。なんでしょう、すごく胸がきしむ悲しい絶叫。なに危険だ、下がれ。いや、だってバブリットが。しかし、ここだと負けたよな。え、何が起こった？え、なんだこれは。急に力が抜けて、まるで何かに吸い取られるみたいな。うわ、正気を吸い取る能力を持ってるが、あの女悪魔、あいつはおそらく役立つの悪魔王に連なる血統だ。血通だ。全部近づくとフェームでも吸い取られてすっかすかにされてまうぞ。とんでもねえ化け物二人ぶりだな。お前とため入るかもな、あかん。レティに失礼ですよ、ファノスさん。ミシェルさんも、睨んでます。おっと、そういや、ファノスとか行けよ。こうなったら遠距離から狙って、弱らせるしかない。あ、アムの銃撃と召喚術なら、やめて、バムリットを攻撃しないで。めんどくさいやつ。ミシェル。だって僕にとわけもわかんないけど、こんなくそのチャンスないよ。けど、このままじゃこっちが危ないっていうの。そうだね。ハサハ、どうした？心が流れ込んでくる。ガーシュンハッみたいな。お、糸でイスト、あんた、何して。糸で一時的に彼女の動きを封じた。長くは保たない。ハサハ、君の宝珠の力を借りるよ。それが聞き取る彼女の声と悪魔を心に。何どうすんの。宝珠か。あ、それか。確かあったね。そんなのあったね。覚えてなかったわ。いたぞ、あそこだ。生き物の命を吸い尽くしていける悪魔の娘だ。いや、こんなの嘘。あー、さっきのあの黒い特になった時に字幕、あれ、これのこいつの声やったんか。捕まるは始末しろ、出ないとこっちがやられる。そうだ、殺せ殺せ。どこの時代もわかんな。ほんまに人間は。まあ、俺も人間やけど。やめてやめて、私に近寄っちゃダメ。これ以上誰の命も覚えたくない。悪魔の力なんて使いたくない。うわ、悲しいな、なんかちょっとな。あー、コミットがー、糸断ち切ったー。今のってやっぱり彼女の見せられている悪夢。いや、悪夢に仕立て上げられた記憶と言うべきかもしれないね。アルサイドだからって殺害されたって、そんなの人でないこと自体がもう疎むべきことなんです。たとえ何の罪もなかったとしても、どれほど優しい心に思っていても、疎まれ、扱われ、批判され、自身の暴走に怯え、ただ一人で彷徨うしかない。彷徨いながら嘆くしかないんです。昔の僕のように。まあ、悲しいな、そういうのってか。まんまさ。バブニットさん泣いてる。泣きながら暴れてるんだ。なんでよ、バブニット。あなたはもう一人なんかじゃないのに。さっさと明日のところに帰ってきなさいよ。そう言ったって、暴走した。ハンマなんて、そろそろ、そうそう止められるもんじゃないんだよね。止めるのが難しいだけで止められるわけじゃねえんだろ。ライ、ボブリッツの前に自分から大嫌いなはずの悪魔の力を使ったことがあった。自分がもう人に戻れないことを覚悟で、それでも気軽にシェルを守ろうと。そんな人をこの状態のまま放っておけるかよ。私がまた元に戻すから、俺でボブリッツを傷つけないで。うわ、きついな。まずい。キシ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 
ミシェルが倒れた、ミシェル、やむを得ない、やはりしてみるしか。待ってください先生、
彼女の周りよく見てくださいね、糸ですよ、糸を断ち切ればなんとかなりますね、周りだって、あ、糸彼女も操られているので断ち切ってあげなきゃ。あの糸を断ち切ったらボムニットさんは助けられる。なら話は早い、決まりだな。よし、今からね、やっていきますよ。パッパーと終わります。終わらせますね、カットしてね。ママ、フェルリーフがでも、ボムお姉ちゃんを助けに行こう。ええ、半分悪魔だからとかは関係ない。ボムニッツさんの、私たちの手で、そそっかしいけど、働き者で優しい大好きなボムニッツさんに、戻してみせる。そうやね、みんなありがとう。じゃあ、キャーって言って倒れたのに、また立ち上がってる、すごいな。フリちゃん、これ、私に力を出してボムニッツを取り戻すわ。うん、戻しましょう。え、ガイデンにとかって、え、また戻るような嫌な予感するんだな。なんかものすごい嫌な予感するんだな。女性ユニットのみ、え今見たら、えってなったわ。マジか。もう40分前後やからね。もうパパって終わらせますよ。女性ユニットだけやろ。アメル、アム、ナツミ、フェア、うん、アティ、トリス、アズーリアと、あと、あれ？いけるかな？不安なんだが、ちょっと。もうフェアやな。うん。行こう。女性ユニットだけって言ったからさ。これ、さすがにそれしたわ。わー。ボムニット、私のことわかんないの？このままじゃ、周囲すべて破壊しかねないな。そんなに人が憎いのかよ。違う、ボムニットさんは誰も傷つけたくないんだ。でも、近寄るだけで生命力を奪っちまう力があるから。ほんと優しい人なの。優しいからあんなことに。じゃあ、絶対に止めないとな。彼女を助けよう。待ってて、ボムニット。絶対に助けるから。うん。行くよ。で、セボンバーストで、メタルピッチャーはない。サインセイはいけるかな。あ、いけるわ。これで決着よ。いや、オーライ49。あ、いい感じに当たるね。いくぞ。その場で待って。あとペア、私の番ね。で、向こうになるね。よっしゃ、終わった。来たね、ようやく終わったね。あ、なんかでも向こうなんかあったな。なんかあったな。宝箱がリシェルが取れたと。レベルだけちょっとね、上げときたいと思いますよ。ね、ちょっとね、レベル上げて重要やからね、このゲーム。18までしといたらね、いけるでしょう。 OK、 いいね。うん、こいつも入りたかんとな。普通に18になったね。13万残ってる。でもまあ今はええわ。うん、また次回にね、やっていきます。次回というか、裏の方でね、できるときに、あの、あっちの方で動きが止まったわ。彼女はやつ人を立ちます。来て、シャルダス。ね、たまにわからん。おお、来ましたね。伊藤、立ち切って、糸を待たせるぜ。いや、意味ないし。意味ないし、それね。ボムニット、がぁ、え、あ、え、う、う、え、ここどこって、いや、そういう感じにはならんのね。うん。まあ、それやな。糸をね、みんな動かなくなっちゃった。私のせいだ。私がみんなの命を吸い取っちゃったんだ。お母さんの命も、誰もそばにいない。私は一人ぼっち。涙が止まんないよ。うわぁ、悲しいな。
来たあれ。すごく暖かい、暖かい光の方から声がする。ボンと言ってみような。私を呼んでくれるの？あなたは。お、意識が。ボムニットしっかり。ボムニットさん。お嬢様？ボムニット、心配かけるんじゃないわ、このバカ。いや、ちょっと、ふと違う、なんか、アニメを思い出してもうたわ。このバカっていうので。ボムニットさん、よかった。私は何を、まさか悪魔の力を使って。大丈夫、誰も死んじゃいねえよ。ライさん、お嬢様。私、またご迷惑をおかけしまって。ねえ、その迷惑って悪魔になって散々暴れたこと？え？言っておくけど、そんなのこれパッチも迷惑だなんて思わないわ。あんたがまた勝手にどっかいなくなる方が不安でつらくて大迷惑。お嬢様。何度あんたが悪魔になったって、そのために私たちが引っ張り戻してあげるから。だからバブリット、安心してここにいてちょうだい。そうだぜ、バブリットさん。バブリットさんがいなくなったら、誰がイシェルの面倒見てやれんだよ。うん、仲間が欠けてしまうのは寂しいものだぞ。また、あってもない我が言うのも説得力に欠けるかもしれんがな。お嬢様、お嬢様って叫ぶ声が聞こえないと俺だって寂しいんだぜ。まったく同意。お嬢様、大将、皆さんも。泣き出せな。うん、お嬢様ミシェル、きっと緊張がいるんだろうね。大丈夫ですよ。私はもうお嬢様のそばを離れたりしません。あ、とりあえず引くじゃないの。大丈夫かよ、もう。泣きながら戦ってるのと相手にするなんてそれは辛すぎねえよ、バカ。泣きながら？そうですか。泣いてたんですね、私。きっと昔の夢を見ていたせいですね。昔の夢？砦の魔物？はい。砦の魔物と呼ばれ、恐れた人々から追われていた頃の夢です。他人の命を奪うこの力はとても乏しくて、誰も近づけたくなくて、でも一人きりはとても寂しくて辛くて。そんな時にお嬢様や皆さんの私を呼ぶ声が聞こえたんです。今はこうして私を迎えてくれる方々がいる。それだけでとても嬉しくてありがたいです。帰ってくれる場所があるって幸せなことですね。せやね。ほんとね。ねえ、そうですとも。ですよね、パネストさん。ふん。ふんって。お？アロサイト同士通知合うもんがありそうだね。ボムニット、幸せなんていちいち思わなくたっていいのよ。え？その幸せがあんたの当たり前なんだからね。はい。よかった。無事助けられて、みんなの心がちゃんと繋がってたからですね。ありがとうございました。ところであなた方は？話し出すといろいろ複雑なんだけどね。そうですよね。そうだよね。うん。そうですか。ここはリンバームではないのですね。皆さん、いろいろな場所の時間地区からバラバラに。なんだよ、全然動揺しないじゃねえか。からかいがいねえかねえな。あ、悪魔？え？え、みたいな。なんだよ、その、ハンマーのくせに悪魔嫌いかよ。そんなこと言っちゃダメです。怯えてますよ。心配されるな、バムリット君。境遇をみんな同じ元の世界に帰るという目的のために今は全員で協力し合っているのだよ。はい、そうですよね。どうしてこんなことになったのか覚えているなら聞かせてほしいんだ。できるならなるべく詳しく敵の手がかりになるかもしれないからな。わかりました。あの日は確かお屋敷でお庭の掃除をしていたのですが、ふと気が遠のいて目が覚めたらこちらに来ていたように思います。帰り道を探して歩き回っていたところ、何者かに襲われ、糸で捕らわれてしまって、襲ってきた敵の姿は見えず、それからの記憶は途切れています。やっぱり突然なんだな。姿を見せない敵、厄介かと。まったくだよ、ずっと隠れてるなんて、卑怯だよ。いや、現れてやろうって言って出てきたら、それもそれでびっくりするけど。何って何ふっくりは何か覚えてる。すいません、これといって大きなことは。ただ、深い深い眠りの中にいるような気分で、良くない記憶の夢ばかりを見ていた気がします。先ほどの砦の、魔物と呼ばれていた頃の夢も、まるで刻み直すように何度も。もういいよ、辛いことは無理に思い出そうとしないで。今はとりあえず戻ろうぜ、ボムニットに休ませたいし。
逆に動きそう？え、なんとか。おう！おうって。大丈夫？力が入らないみたいです。僕でよければ運びますよ。第二重量には十分な余裕がありますから。そんな誰かの手を煩わせるんじゃ、メーターとして失格です。弱ってるのに変な意地張んないで。素直に甘い手を受けなさい。ここで無理をして後を引き、ミシェル殿の世話をできない方が痛手であろう。確かに。では、お言葉に甘えさせていただきます。それじゃあ、戻りましょうか。うん、戻りましょう。ようやくやで。そろそろね、ここで一区切りしたいと思います。まあ次回はね、この続きからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アリュー、アリオス、グッバイ、さらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル矛盾縛り、Twitter の方では、様々なことを企画としていたチャンネルでやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。